久保さん、こんな時だからこそできることがありますね。はい。ということで、僕が最近できることとして、ライブをですね、結構頻繁に毎日、毎日結構連続でやってますね。はい。で、今日ライブやってたら初見ですっていう方が4人ぐらいいまして、で、全部 LINE アート登録してくれて、メッセージいただいて、さっきライブ見てた人、ものですみたいな。で、明日もライブやりますかみたいなの来たんですけども、結構盛り上がりましたね、お昼やったんですけど。うん。 ま最初はね、全然、全然来てなかったんですけど。はい。ということで、あのー、まあ、僕のチャンネル見ていただいてる方、最近はですね、ちょっと本当に第3次世界大戦が当たっておりまして、その1本の動画からチャンネル登録者数が今130人ぐらい増えてます。で、今1万8000回ぐらいまで伸びて、多分ま、3万、まあ、このペースでいくと2万3万、今月中には、 結構大台に乗ってくるのかなっていうグラフが結構もういい感じで伸びてるんで久保さん第三次世界大戦ね <laughs> そうでまあ第三次世界大戦の動画も最後結局スイッチングしてまあ今だからこそできることを何かネットビジネスうやった方がいいよっていう話をしてるんですけども、あのー、ネットで稼いでる人ってあの今やりまくってますからねライブを。 ライブとか、あのー、動画発信とか、まあ、全部のところでやってます。まあ、そうじゃないですか、相対的に、あの、今の方が、間違いなく、ネットを見る時間が確実に増えてるんで。うん。だから、この確実に増えている中で何をやるのかっていう話で、自宅にいながらでも、動画配信できますし、まあ、最近、直近の動画だったかな、直近の今日の動画かなんかで、まなぶさんが、 ぶさんも言ってましたよ、久保さん。ぶさんもあの。YouTube 超初心者向けみたいな動画を撮ってたんですけど、なとりあえず100本やれみたいなね <laughs>。で、無編集で、ノー編集で100本やれみたいなね。で、当たったやつはカスタムサムネイル入れろみたいな話をしてたんですけど <laughs>。だからノー編集、僕もノー編集でガンガン言ってますけど、ね。まあ、ぶさんも言ってましたね。やっぱ最初はマイクどうしたらいいのかなとか、なんかいろいろ編集でなんか、 すげえ言ってましたけど、一番最強は脳編集です。で、今僕これ3万円ぐらいのマイク使ってますけれども、あとカメラもね、一応、Mac のインカメではなく、外部カメラ、ロジクールの外部カメラを使ってって、まあ、ちょっと広角で撮ってるんですけど、まあそれでもね、画質そんなに良くないやつなんで、まあ、音はいい,いいと思います、これ。結構いいんで、これ。うん。ただ、あの、これで十分です。マジでこれで十分です。スマホで十分です。 スマホあれば無限に撮れますんでんで、で、えー、大悟さんもスマホでライブやってると思いますし、えー、なんだ、えー、まなぶさんも、えー、メインの動画ですよね。もう iPhone、スマホでやってるっぽいんで。うん。だスマホみんな持ってるじゃないですか。なんで、スマホでやればいいんじゃないですか。僕は今この形にしたのは、スマホから動画をパソコンに転送するのがめんどくさいんですよ。まあ、1日1本の人だったら全然いいんですよ。 1>, 1日1本の人だったら全然スマホから転送1本してやればいいだけなんですけど僕動画量多いのでもうパソコンでもうこれ撮影してパソコンにバンって動画ファイルがもう保存されるんででもうタブブラウザタブでブワー出してバーッとアップするんですけどめちゃめちゃ効率いいですねだからこのね動画環境最強ですねもう動画を撮り終わったらもうパソコンにファイルがあるんですよ で、そのファイルをそのままアップロードするって言ったら、ドロップするだけっていう。やる作業ドロップです。<laughs> ドラッグドロップするだけですね。めちゃ簡単ですね。だから、まずやれることをやってみたらどうですかねっていう。いや、今できることを今やれってことです。今できることを今やれ。タイトル今できることを今やれにしとこう。だ久保さんもね、結構ね、今ガンガン動画撮ってると思うんですけど。<laughs> 久保さんも結構撮ってますよね、動画ね。多分。 まあ相変わらずですけど。そう。だ今僕はまあメインで動画バンバン撮ってますけど、違うこととしてライブ、最近やってなかったんでライブもやり始めました。そう。ねそう。だ今できることを考えて今しなければ生き残っていけないと思います。結構回ってますね、森友事件。<laughs> 森友事件攻めるねーやっぱさすがでございます。ここぞと。ね。 チャンネル登録者数1万1000人行きましたね、久保さんも。もうもうまくいったものを攻めまくるっていうね。でもこれ鉄則ですよ。学ぶさんも言ってましたけどね。でも本当これ鉄則です。動画いっぱいアップロードすると、ある程度ヒットするやつがああ出てくるんですよ。で、それでそれをもう突き詰めるっていうね。もうこれ鉄板ですね。やっぱ久保さんはやっぱさすがですね。森園事件もう行けるとこまで行きますね、多分ね。久保さんね。<laughs> 森友事件、連チャンしてるんじゃないですか、これ。森友事件は最後は、えー、部下がし絞り取られる。佐川長官も <laughs>、すごいなぁ。やっぱ結構再生持ってきてますね。そう。だうまく、いろいろやっていくと、なんか当たるやつも出てくるんで、まあテストテストですよ。とにかく最初テストしまくってやり、やるってことが大事ですね、本当に。うーん。 そうだから本当にね、量か質かっていう話が毎回出るんですけども、本当に量しかないですよ。まずは。最初はもう完全量です。あとは毎日やるなんていうのは当たり前なんですけど、なんかね、会社に出社しないでも給料くださいみたいなね、通らないじゃないですか。会社に出社せずに給料くださいって通らなくないですか。 毎日出社するじゃないですか、今は自粛ですけども、基本的に毎日収録ぐらいで、収録、週5で出社してるじゃないですか、8時間働いてるわけですよ。で、ネットビジネスのいいところは、ん、その過去に働いたことも金になるっていうことです。まあ、これがね、本当に時間レバレッジがかかるんで、なんここに気づいてる人はもう本当にやり込みますよ。だって、時間って限られてるけども、時間増えるんですよ。そうじゃないですか。 自分が寝てても遊んでても動画見られるしブログ見られるしっていうだからネットってその時間の資産を作れるんですよねだから自分が働いてなくても働いてくれるっていう寝ずにですよこれねあの従業員雇ってね寝ずに働かせたら労働基準法で訴えられますからね給料も上げないといけないしね早く帰らせないといけないし今大企業なんかは 本当基準法うるさいので、まあ、その定時上がりというかそういうのあったりとかねその有給取らせろとかいろいろあるんですけどどうですか8時間働いてもらって20万払ってるんですよでそれで20万払って安いって言われるんですよもうただでただで働いてもらって365日24時間ただ働きしてもらってさらにお金ももらえるっていうねこれはね神ですよ だから僕ね、100万人の従業員を雇うっていうね、100万本アップロードしようと思ってるんですけど、100万人の従業員をタダで雇うっていうね、このフレームを持ってる人は少ないね。はい、いってらっしゃい。